球連邦は空に、俺たちはジオンが地球に残し情報ってのは顔の、でも俺たちはここには、砕かれたグレイブ。無駄な手間かけさせないでよね。決着をつけさせてもらう。俺だってレイズのメンバーだ。
決着をつけさせてもらうぞ。
We'll be right back.
それから数日後、レヴィル将軍の死去が伝えられた。ジオンの
デギン国王との和平交渉の際、ソーラレイの一撃で艦隊ごと消滅したと聞く。これで和平の可能性はついえてしまったが、この戦争ももうじき連邦の勝利として終わるだろう。気がかりなのはヴィンセントだ。今空では最後の戦いが繰り広げられている。でも奴のことだ、きっと生き抜くに違いない。何せ約束したんだ。生き抜いて終戦を迎えたら、俺が愛した食堂で飯を食おうってな。
には真紅の稲妻ありってことを教えてやるぜ。We'll be right back.
んな状況も。
ハデスをその身に宿す青色の死神ペイルライダーは、長き死闘の末、空を駆ける堕天使たちの手に落ちた。左右の爪に蛇の尻尾、そして必殺の牙、魔獣の名を体現するマルコシアス隊の猛攻によって、黙示録に描かれた死の騎士さえも窮地に陥った。赤き眼光を失い、戦う意志を奪われたペイルライダーは、パイロットを抱く自らの子宮をあらわにして虚空を漂う。死神と共に戦域より流されていたヴィンセント・グライスナーは、マルコシアス隊隊長として最後の使命を果たすべく、死神の元へと赴いた。そこで彼が目にしたものは、みんなどこ？一人にしないで。小さな女の子、なんだよこれ、なんなんだよ。青き死神を率い、幾多の死を招いたパイロットの正体、それは年下もいかぬ幼き少女であった。その累弱な姿を見れば、誰の目にも明白に違いない。彼女もまた戦争の犠牲者の一人であろうことが、共に戦場を馳せた幾多の兵士たちにこそ認められた無冠のエース、マルコシアス隊の誇り。その全てを無へと帰した青き死神のパイロットでさえ、戦時下の謀略に操られる青ざめた馬でしかなかった。そして戦いの意味さえ見出せなくなったヴィンセントのやり場のない悲鳴のような絶叫は、誰の心に届くこともなく、ただ真空の闇に溶けていった。この日、しかし、そしてその歌集戦、表にいつの日か